君の方から連絡をしてくれるとは嬉しいね。それで、いい返事は聞かせてもらえるのかな？なんだ、想像し。おい、こんなところにいたのか。散々俺の手間を取らせやがって。あの時俺に言ったことは嘘だったのか。お前が俺を別の色に塗り直すって言ったんだろうが。だったら塗り直してみろよ。俺に命令してんじゃねえ。お前は黙って抱かれてろ。だから命令してんじゃねえよ。ったく。許さない。別の劇団に行くことは俺が許さない。お前に言われてからいろいろ考えたんだよ。自分なりに整理もした。今までの俺はどこか過去に縛られていたのかもしれない。だから新しい自分になることもできなかった。昔のことをうだうだ考えるのはもう終わりだ。色とかキャンバスとか俺にはわからねえが、お前が俺を今以上に輝かせるって言うならやってやるよ。お前の実力ってやつを見せてみろ。お前は俺のことだけを考えていればいい。俺のためだけに最高の脚本を書き上げろ。お前は俺のものなんだからな。うるせえ、ベタなボケかましやがって。お前脳みそ家に置き忘れてんじゃねえのか。ったく、帰るぞ。ついてこい。てめえ、俺を騙したな。
痛い。最後まで聞かないで、出て行ったのはあんたじゃないか。誤解するような言い方、わざとしやがって。いつもの調子が戻ってきたみたいだな。一時はどうなるかと思ったけれど、ありがとう。これで今までよりも舞台が良くなれば言うことなしなんだけどね。なんだこの遠回しなセリフは。お前ひねくれすぎなんだよ。聞いた瞬間に観客が理解できて飲み込めるセリフじゃないだろう。そうするとこっちのセリフが浮いちまうだろう。まあそういうことなら。じゃあ一度通してやってみるか。よく見ておけよ今の俺の色をな。